後にあの江頭さんが中野の駅で畑岡の皆さんに神対応してる動画見たんですけど、え母にも見せてあげて、マジで本当だよ、久々に見る、久々大丈夫だよ、久々に見る、しこさんが言うかいいですか、せっかく大丈夫、順番が伸びるかもしれない、じゃエガフェスの時はちゃんと撮ってたんだけどちょっと伸びちゃってるんですけど、それでもいい、伸びちゃってる、お母さんスマイルじゃないですよ、チェックのパンハローで買って、ハローで、はい、ハローとスマイルで、はい、ありがとうございます、あ逃げた、逃げた、こいつそこだ、逃げたぞ、ああ広告もなくなってきた、あバイトの時間だ、カオスやったね、ありがとうございます。